ジョン・マーシャルは、アメリカ海軍のイーサン・アレン級原子力潜水艦の4番艦。艦名は、ジョン・マーシャルにちなんで命名された。ジョン・マーシャルは1960年4月4日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1961年7月15日に、エセルス×ケネディによって、命名、浸水し、 1962年5月21日に、ブルーハン艦長ロバート・ W ・シュテッヒャー中佐、ゴールドハン艦長ロバート・ D ・ドナバン中佐の指揮下、収益する。ジョン・マーシャルは1962年4月8日に海上講務を始めた。1962年5月21日に、大西洋艦隊第14潜水船隊に合流する。 その10日後に成長巡航を始め、7月12日のフロリダ州ケープカナベラルにおけるポラリス A-2 ミサイル2機の発射成功で最高点に達した。1962年12月31日、最初の戦略抑止紹会に出航する。紹介はブルーハンが担当し、ジョン・マーシャルはアメリカ海軍9隻目の弾道ミサイル潜水艦としての活動を始めた。 1963年4月4日から1966年11月30日まで、ブルーハン及びゴールドハンはスコットランドのホーリー・ロッホを拠点として合計17回の抑止紹介を完了した。1966年12月13日、ジョン・マーシャルはニューポート・ニューズ造船所で最初の拡張オーバーホールを開始した。 作業は1968年4月に完了、オーバーホール後調整の後、サウスカロライナ州チャールストンでミサイルを搭載、1968年9月に18回目の抑止紹介を開始した。19回目から25回目の紹介はホーリー六方、拠点として1968年10月から1970年6月まで行われた。1970年6月、 ジョン・マーシャルは第16潜水戦隊に加わり、スペインのロタを拠点として活動を始める。26回目から37回目の紹介はロタを拠点として行われた。1971年3月の艦隊弾道ミサイルシステムの有効性及び信頼性を実証した功績により、ジョン・マーシャルは最初の主君部大賞を受賞した。1973年6月、 コネチカット州、ニューロンドンに帰還し、乗員の家族を乗せた巡航の後、チャールストーンを拠点として二度の紹介を行った。1974年11月1日、ジョン・マーシャルはメアアイランド海軍交渉で二度目の燃料、補給オーバーホールを始めた。このオーバーホールの間に、艦のミサイルシステムは、ポラリス A-3 ミサイルを運用できるように、回収が行われた。 作業は1976年5月に完了し、ジョン・マーシャルは第15潜水船体の一隻として1977年2月に紹介を始めた。40回目から54回目の紹介は、グアムのアブラ港を拠点として行われ、最後の紹介は1980年12月28日、ハーイ州真珠湾への到着で締めくくられた。 1981年1月12日、ジョン・マーシャルは、船隊番号 SSN-611 を与えられ、攻撃型潜水艦として、真珠湾を拠点としての作戦活動を始めた。最後のポラリスミサイルは1981年6月1日に、ワシントン州バンゴールで撤去された。ジョン・マーシャルは1981年7月20日に、チャールストンに到着し、 第4潜水船体の一隻として活動を始めた。1981年12月28日に地中海への最初の配備に向けて出航した。配備ではいくつかの大規模艦隊演習及びイタリアのラ・マッタレーナ、モロッコのタンジール、ポルトガルのリスボンへの訪問も含まれた。その後、収益からちょうど20年目の1982年5月21日に チャールストンに帰還した。1983年9月、ジョン・マーシャルは再び太平洋艦隊に戻り、3度目のオーバーホールを始めるため9月29日にピュージェット・サウンド海軍交渉に入居した。オーバーホールでは水中作戦部隊の運搬が行えるように、ドライデッキシェルターの装備が行われた。 オーバーホール後の海上講務は1985年9月に行われ、ジョン・マーシャルは1985年11月にバージニア州のフォークで第6潜水船体に合流した。1986年12月15日、ジョン・マーシャルは2度目の地中海配備に向かった。配備ではいくつかの演習及びドライデッキシェルターを装備した艦の特別能力のデモンストレーション。 フランスのトゥーロン及びイタリアのラマッタレーナへの訪問が含まれた。艦は1987年5月29日にノーフォークに帰還した。1987年9月、プエルトリコ近海で海軍特殊戦グループにとともに特殊任務のデモンストレーションを行う。1988年は空母戦闘集団との演習、特殊音響交味及び ドライデッキシェルターを使った作戦活動で締められた。1988年10月25日、ジョン・マーシャルはプエルトリコで1000回目の潜水を達成した。空母を戦闘集団及び他の潜水艦と様々な演習を行った後、1989年5月1日に、ジョン・マーシャルは3度目の地中海配備に向けて出航した。 ドライデッキシェルターを装備した艦が海外に展開したのはこれが初めてであり、艦隊に特別任務のための柔軟性と自給性を提供した。大西洋、地中海で最大の特別文献隊が上艦し、ジョン・マーシャルはノーホークを出港、1989年の配備における功績で主君部隊賞を受賞した。艦は1989年9月に、 ノーホークへ帰還した。ジョン・マーシャルは1990年にカリブ海で3つの特別演習に参加し、その中には潜水艦不設移動機雷の不設実験の成功も含まれた。1991年1月26日、ジョン・マーシャルは最終となる4回目の地中海配備に向けてノーホークを出港した。再び2機のドライデッキシェルターを装備し、 砂漠の嵐作戦を支援第6艦隊に特殊任務能力を提供した。艦はフランスの通論、ジブラルタル、イタリアのラマ・タレーナを訪問し、1991年6月22日にノーホークに帰還した。1991年9月、ジョン・マーシャルは第二次世界大戦以来最大の潜水艦特別演習における帰還任務を果たした。 191名が上官し、その中には3名の将官、ネイビー・シールズ及び陸軍特殊部隊が含まれ、演習、ファントム・シャドウにおいて共同特別作戦を実施した。ジョン・マーシャルは1992年前半に太平洋を通過、ピュージェット・サウンド海軍交渉での不活性化プロセスを開始し、1992年7月22日に退役、除籍された。 その後1993年3月29日に原子力艦再利用プログラムに従って廃棄された。ジョン・マーシャルの艦内事象はハンティントンのマーシャル大学に展示されている。ありがとうございます。